たっぷりと脂が乗ったブリ、道東白糠町の新ブランド極寒ブリです。さっとお湯にくぐらせポン酢につけて食べるブリしゃぶは、口の中でとろけるまさに絶品です。水産が盛んな町白糠町、港では旬の秋鮭が水揚げされていましたが、やっぱ予想通り、うん、あまり出足良くねえな。例年通りさ、ブリがやっぱり入ってるね。近年、鮭の水揚げが減る一方、ブリが増えているのです。20年前と比べると道内の鮭の漁獲量はおよそ半分になっています。しかしブリはおよそ20倍と急増、海水温の上昇などが原因と考えられています。冷たい海で獲れる白糠のブリは身が締まっていて、きめ細かな脂が乗っているのが魅力です。これに目をつけた東京の企業が町や漁協と協力し、極寒ブリという名前でブランド化を進めています。漁師さんとお話をするときにですね、ブリが全然食べないんだけどたくさん上がってくるっていう話を聞いて、それで、そのきっかけで始めることになりました。さらに注目は今月完成したこちらの水槽。一定期間落ち着いた環境でブリを飼育することで臭みが抑えられ日持ちするようになるといいます。水槽は来週町の関係者にお披露目される予定です。魚の処理みたいなものをすることで、たくさん価値がつけていけるんじゃないかっていうのがすごく魅力的な点かなと思っています。函館ではこんなイベントが。フライパンでこんがり焼き上げられているのはブリのハンバーグ。函館の専門学校ではブリの消費拡大を目指し、学生たちによる料理コンテストが開かれました。季節の野菜とブリをポン酢で炒めた、その名もポン酢丼ブリです。ブリがはいかかってます。他にも一度焼いたブリから丁寧に出汁を取ったお茶漬けやブリのビビンバなど、アイデア料理が目白押しです。専門学校の講師や道の担当者らが試食し、1位に選ばれたのがレモンを使い爽やかな味に仕上げたブリのカルパッチョです。臭みはあるけど味はしっかりあるし、旨味もあると思うので、やりようによっては他の魚とも引けを取らないぐらいの食材だなとは思っています。学生たちが作ったブリ料理はレシピ集にして公開する予定です。若い皆さんのアイデアとかも含めて、その地元のブリの消費拡大を盛り上げていければなというふうに思っています。海の変化で水揚げが増えるブリ、新たな北海道名物として定着させるための挑戦が始まっています。